もしれない。すごい。ついに幻の巨大生物ピンクイグアナ発見か。すごいすごいすごい。これは尻尾がある。ピンクイグアナだ。生態調査のため巣穴から取り出す。うわ、大きい。大きなオスだ。うわ、全長1メートルの巨大なオスだ。しかしなぜ世にも奇妙なピンク色をしているのだろうか。ピンクの色素があるわけではなく、皮膚の下の血管の色が透けて見えているんだ。色素があるのは黒い部分だけなんだ。研究目的の捕獲だから素早くデータを取って話してあげよう。個体識別のため体の模様やサイズを記録。ストレスを最小限にするため一つの個体に許された調査時間は5分と決められている。ピンクイグアナはなぜウォルフ火山にしかいないのか。何のためピンクに進化したのか。彼らの生態は未だ多くの謎に包まれている。幻の巨大生物ピンクイグアナ捕獲ミッションコンプリート。